第3回久々のおさば CS がやってきたのですわ。今日はどれだけの人が来てくれるんだろうな。今回からジュピ武器の配布方式を変えたのでたくさんの人が来るのですわ。11人か、第1回の時並みに戻ったな。何せ、今回はマシュマーさんと対戦するだけでジュピ武器ゲットなのですわ。それはまた大盤振る舞いだな。そうすることによって勝ち残らなくてももらえる可能性があるし、1回戦で当たらなかった人は勝とうと頑張るのですわ。今回は少なかったからいいけど人増えたら配布する本数も増えるな。その辺は毎日の硬い奴らで発掘ですの。参加するだけで抽選でジュピもらえるってのが今回の売りなんだが、それって意味あるのか。とにかくもらうの目当てでもいいから対人をやってほしいのですわ。そしてその面白さに目覚めるきっかけにでもなればいいのですわ。確かにやらないで見てるだけって人も多そうだしな。実際にそのフィールドに立って緊張感味わってほしいものだ。かくいうマシュマーさんも以前はひばりさんの動画見てるだけでしたものね。それでその動画に映り立って自分も対人始めたと言われな。結局ひばりさんと当たらないから自分で動画作っちゃったというオチなのですわ。まあ、最近ではちょっとずつマシュマーさんの対戦も取り上げてもらえるようになったがな。それは単に対戦相手の鈴木金なのですわ。そうとも言う。やっぱりカゴ一枚だと不安定だよな。金を入れる人はそれなりに本腰入れたリーダーしかいないのですわ。わざわざ CS 勝ちたいからジープ出せるなんて奇特な人もいないだろうしな。でもそれがきっかけで手動リーグの面白さ分かってもらえれば増えてくるかもしれないのですわ。たくさん当たりがジー出てきたら本気だと認めるわ。そしてここで対戦した人は抽選に当たったということでジュピ武器の授与なのですわ。楽器かよ、しょぼいな。本数ある程度必要ですから楽器かやりかおのになるのですわ。もはや参拝以外何者でもないな。それでもまだ数百メガで売れるのですわ。もらった人も処理に困ってないといいけどな。それじゃ他の試合も見に行くか。どの試合も面白そうですわ。あんま絡みのない人ということでこの試合をチョイス。もう終わりかけなのですわ。守ったよ。1対1で話しかけられたな。カットするって言ったのにアップしちゃってるのですわ。いや、まあ面白いものではないしいいかなと。確信犯なのですわ。次週の CS ではこのマリアさんが主役だからな。ここで告知も兼ねて期待させる発言しちゃっていいのですわ。次週はあれだな、ついに現役タイタンリーバーの降臨イベント、白黒でいうところの武神イベントみたいものなのですわ。それ地味にわかりにくいから、とにかく来週は現役タイタンリーガーであるマリアさんがこのさびれたスサノオサバ CS に現れる。それが何か意味あるのですの。朝昇竜倒したら1000万円みたいなあれと同じだな。マリアさん倒したらいくらなのですの。ここで動画化しちゃえば数字変えられないから思い切ってぶっちゃけちゃうと1000億円。それってゲーム内マネーですよね。100ギガですよね。ああ、それだけかけてでもこのスサノオサバ CS を盛り上げたいとの熱い思いが込められているのだ。でも、現役タイタンリーガーを倒せる人なんてこのスサノオサバにいるのですの。それもトップリーガーだからな。めっちゃハードに上げて持ち上げまくってますが、他のスサノオタイタンリーガーの方々が黙っていないのでは。そこは現役の皆さんには CS 活性をお手伝いということで、以降の倒せたらイベントに出演側として待機してもらう予定。ルマリンバンさんとかユーマルさんとかですわね。
全然伏せ字になってないけどな。でも、さすがに 100G でしたらリーグは出ないけど、俺性的な人々が黙っていないのですわ。まさにそれが狙いだよ。せっかくの配送日を眠らせている人々を引きずり出すのだ。参加かどうかがリコメルかは微妙なラインなのですわ。ジュピグ配るだけでいつか限界するからな。ここらでテコ入れだよ。先週に引き続きまた初参加の試合なのですわ。今回はロロカゴとかヒミコのカゴもあってちょっと苦戦したな。でもやっぱりGはいないのですわ。バッサイが本気でかかってくるのを待っている。そしてまたジュピブキジュヨなのですわ。バッサンは前回もゲットしてるからレンチャンだな。次はグニャさんとか初めての人だな。ここまで残った人はみんなジュピ確定なのですわ。今回は編成にてドキッとしたわ。Gがいるのですわ。グリコとアーサーもいるしかなりの本気編成だな。こうやってカゴかけられると縫い外してしまったから何もできないですわ。できないならしなければいいだけ。チャンスをじっと待つのだ。どこかの誰かも前衛撮りとかにしてたし、明らかにウィンスペイントになるからな。これなかったらめっちゃきつかったですわ。まだまだスタノーには強い人がたくさん眠っているんだな。そしてまたジュヨなのですわ。楽器だったのに手がっかりしてるのが思い浮かぶわ。シュレディンガーさんなのですわ。この人は何度か通常リーグで当たったことあるな。アーサーいない人は大体聖戦士だよな。でもグリパ率は高いのですわ。それいないとどうにもならないってのもあるしな。こうして今週もマシュマーさんの優勝に終わってしまったのですわ。最後まで残ってガッとか本当がっかりだよな。ある意味笑いは取れたのでは。見てる人はいいかもだけど、やってる人はたまったもんじゃない。でも
次週は100ギガじゃないですの。みんな期待に胸を膨らましているのですわ。果たして本気の人が何人集まるんだろうな。鼻からどうせ勝てないからって諦められなければいいが。向かい撃つマリアさんにも負けられないってプレッシャー半端ないのですわ。来週はマシュマーさんの優勝はないな。練習でも全然勝てないのですわ。むしろ出ないで観戦して録画するまである。そんなダークホースとして盛り上げてほしいのですわ。